デーバナーガリー、デーバナーガリーは、インドの文字。アブギダに属する音素文字で、ヒンディー語、マラーティー語、ネパール語などの表記に用いられるほか、古典語のサンスクリットなどの表記にも用い。インド憲法第343条では、デーバナーガリーで表記されたヒンディー語を、連邦公用語と規定している。紀元前3世紀頃から用いられてきた。 ブラーフミー文字は地方によって様々な文字に分化した。まず南部と北部で分かれ、北部からはグップタ文字が生まれた。グップタ文字からシッタマートリカー文字、いわゆる凡字が発展した。ナーガリー文字はシッタマートリカー文字の文字の上部の横線が伸び、全体に角ばった形に変形したものである。ナーガリーはながら都市の文字という意味である。 それが後に神聖化されれば、神を加え、デーバナーガリー、神聖なる、都市文字と呼ばれるようになった。ナーガリー文字の出現時期を7世紀あるいは8世紀とする説もあるが、年代が確実にわかるものは9世紀後半のものが最も古い。11世紀になると時代がほぼ現在のものと同じになり、シッダマートリカー文字にとって変わった。他の文字が、地方語と、 言語ごとに異なっていたのに対し、デーバナーガリーは、サンスクリットを書くための地域を超えた文字として発達し、北部、インドだけでなく、デカン地方や、南インドでも使用された。インドでは、足したようなブラーフミー系文字が発達したが、デーバナーガリーは二十世紀半ばまでに、その使用範囲を広げ、北インドの地方文字であるマイティー文字、カイティー文字、ランダー文字、モーディー文字、 ドーグリー文字、ターグリー文字などは、デーバナーガリーに置き換えられて衰退していった。しかし、ベンガル文字、オリアー文字、グルムキー文字、グジャラーティー文字などの地位を脅かすには至っていない。一目でわかるデーバナーガリーの特徴としては、各文字が、白ーレーカー、頭、線と呼ばれる上部の横線画でつながっている点が挙げられる、例外的に、 頭線を含まない文字や途切れている文字ある。この横棒は書き順から言えば、最後に仕上げとして書かれる。複数文字が連なる単語、文の場合は、先に横棒以外を単語、分かち書き単位を目安にまとめて書き、最後にそれらをつなげる形で横棒を引く。現代語では、この線が単語ごとに一つ流がりになっているが、一文を区切らずに、 各サンスクリットの伝統的書法では、文全体が長く連なって書かれる。ただし、母音、アヌスバーラビサルガで終わる語の次に、子音で始まる語が続くときは、そこで切れる。この最後に書き加えられる、シローレーカーを省くと、グジャラーティ文字に近い字型になる。デイバナーガリーは、チンジが、随伴母音 A を伴った音説として読まれるアブギダ、であり、チンジに、 母音符号を付加することで、随伴母音以外の母音を伴う音節を表すことができる。左から右へ書かれる。古典サンスクリットを表すためには、33種の新字と10種の母音字、加えて9種の母音符号や微音、無声気音や省略などを表すいくつかの記号、それ20種の数字を使用する。言語によって使用する文字の種類に多少の出入りがある。 ヒンディー語の表記では、外来語音や、新たに発達した音を表すために、ヌクターと呼ばれる点を付加した7種のシーン字が加えられていい。母音が続かない単一のシーンを表すには、ビラーマ、ヒンディー語では、ハラントと呼ぶという脱母音記号を使う。シーン連結のために複雑な結合文字が作られるが、現代では簡略化される傾向にある。デーバナーガリー。 および、近親の類似文字での母音表現は、子音がつかない場合に独立した母音アザで書かれる場合と、子音がつく場合に、子音時に母音記号を反対を付加して表現される場合の二通りがある。サンスクリットでは、単母音は AIU の三種類のみであり、EO は常に長い。以下の表に示す発音は、サンスクリットの古代音の推定音下であり、 ヒンディー語の発音は、これとは異なることに注意、は、死ン児を表す。なお、死ン・アザ、アールと母音記号の、U や U が組み合わされる場合、これらの記号は、視認性を高めるために、のように、下ではなく、右に付される点に注意が必要。サンスクリットに存在しない区別を表すための以下の母音字も用いられる。このうち、 左の二つは E、O の長短の区別のある、ドラビタ語の文字を本字するために存在する。チャンドラ記号と呼ばれる記号のついた右の二つは、英語からの借用語に使われることがある。ちなみに、インド系宗教における静音、応音と微母音を表すアヌナーシカが癒着したものである。さらに、も、これらの後に追加される、死因連結は、結合文字。 合字によって表されることが多い。二文字の結合において、先行心字を、縦、後続心字を横に並べて、表にすると、以下の表のようになる。ただしこのほとんどは現実には用いられない。特殊な字型は背景をオレンジ、ビラーマを用いるものは背景を灰色で表示する。使用例。デイバナーガリーは、サンスクリットを表記するためには概ね表音的と言えるが、 それ以外の言語を表す場合には、必ずしも音と綴りが一致しない。ヒンディー語をはじめとして、現代インドの多くの言語では、第一音節を除く、解音節で、ボインウェが省略される。したがって、は、デーバナーガリーではなく、デーブナーグリーのように呼ぶ。これに伴って、5松のビラーマはあってもなくても同音になり、また新連結は、 結合文字を使わなくても書けることが多くなった。ヒンディー語を含む多くの言語ではを区別しない。さらにも区別しないことがある。ヒンディー語では、IAU は長母音を表す。ヒンディー語では、ヘクタールは、語中の不和のように発音される。またこの英語になる。小松のはほとんど発音されない。したがって、これを意味するは、家のように発音する。 マラータ語やネパール語では母音、IU の長端を区別しないため、どちらの字を用いるかは、聖書法的な約束ごとになる。他に、デバナガリーには、以下のような文字が用意されている。Windows のデバナガリ、インスクリプトキーボードの配列は、以下の通り。この配列は、インスクリプト、インスクリプト、インディアンスクリプトの略として、 インド政府によって標準化された配列であり、他のインド系文字のキーボードでも採用されている。ユニコードでは以下の文字が下記の領域に収録されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。